リンが溜まってしまうと。もしこれが老化の原因であるんだったらば、リンの摂取量を減らしてやればいいんじゃないかと、老化が治るんじゃないかということで実験をしてみたんですが、ホリエモンチャンネル、プロと申します。では早速スライドを共有して始めたいと思います。はい、では今日はなぜリン排泄が老化に関わるのかというお題で、お話しさせていただきます。今ちょっとご紹介いただきましたように、もう今から30年ぐらい前になるんですけども、マウスの遺伝子操作の実験を私してまいりまして、その時誤って遺伝子の一部をどうも壊してしまったようで、その結果突然変異マウスができてしまいました。でこのマウス実は非常に面白い症状を出しまして、まず毛が薄いとか背中が曲がっている、筋力が弱い、まあ、医学用語ではサルコペニアって言いますけども、あとオスメスともに不妊であって、動脈硬化があり、心肥大があり、骨粗しょう症があり、どうも耳が遠いようで、認知症もある。なんとなく非常に弱々しい感じで、早く死んでしまう。こういった症状を出すマウスが偶然取れました。どうもこれは老化が加速してるんじゃないかというふうに考えまして、もし老化抑制遺伝子というものがあるんであれば、それをたまたま私が壊してしまったため、このマウスの老化が加速したんだろうというふうに考えて、この壊してしまった遺伝子を同定する作業に入りました。6年かかりましたけれども、ようやく私が壊してしまった遺伝子を同定することができまして、当時新しい遺伝子だったので、クロートという名前を付けました。クロートというのはこの、ギリシャ神話の生命の糸を操る3人の女神のうちのこの生命の糸を紡ぐ女神の名前にちなんでつけました。次の疑問というのは、このクロート遺伝子というのは具体的には何をしている遺伝子なのかということが次の課題になったんです。ただ新しい遺伝子であったので何の手がかりもなく10年近くかかってしまったんですが、ようやくこの遺伝子というのはリンという物質のハンドリングに重要な役割を果たしていることがようやく分かってきたわけで、リンというのは、懐かしい周期表ですけども、ここにいます。生命に必須の6大元素というのがあるんですが、水素、炭素、窒素、酸素、硫黄とリンがその6大元素のうちの一つです。非常に重要な役割を果たす元素で、例えば骨を成分でありますし、細胞膜の成分でもありますし、 DNA にもたくさんリンが入ってます。 ATP っていう聞いたことある方もいるかもしれませんが、細胞のエネルギー通貨としての物質、これ全部リンが担っているわけです。というわけで非常に生命の維持にとって重要な元素なわけですが、このリンを我々はどうやってハンドリングしているか言いますと、まずリンは食事で体の外から摂取します。摂取したことを何らかの機構で感知した骨細胞がFGF23 というホルモンを分泌します。で、このホルモンは血中を流れて標的臓器の腎臓に FGF23 受容体っていうのがあって、そこに結合すると尿中にリンを排泄する、そういう指令を受け取るわけです。というわけでリンを食べた時に尿中にリンを排泄することによって、このバランスを保つ、つまりリン摂取に応じてリン排泄を促すことで体にリンがたまらないようにするシステムが存在することが分かったわけですが、このクロートっていうのはこの実は受容体をコードしている遺伝子だったことが分かったわけです。この FGF23 というホルモンとクロートという受容体が構成する内分泌系というのが、このリンのバランスを保つのに必要なシステムだということが分かってきました。先ほどの老化が加速したかのようなマウスは、このクロート遺伝子が欠損しているわけですけども、そういう状態になると、リンを食べると確かに FGF23 というホルモンは出てくるんですが、受容体がないために FGF23 がいくらたくさん出ても尿中にリンが出てこないわけで、体にリンが溜まってしまう。このクロート欠損マウス、老化が加速したマウスの病態の本質っていうのは、体にリンが溜まってしまうということだのが分かりました。つまり、食べた分のリンをおしっこに出しきれないで、リンが溜まってしまうと。もしこれが老化の原因であるんだったらば、リンの摂取量を減らしてやればいいんじゃないかと、老化が治るんじゃないかということで実験をしてみたんですが、餌の中のリンの含有量をだんだんと減らしていくと、この 0.1% を切るとこのマウス症状が全部消えて寿命も伸びるということで、このマウス老化はリンの摂取制限をすることで減速することが分かります。つまりリンが老化を加速した原因物質だのが分かったんです。じゃあなんでリンが悪いのかということですけれども、例えば細胞を培養してこの培養液中にリンを少し加えてみますと細胞が死んでしまう。つまりリンは高濃度では細胞毒として働くことになります。
じゃあ、あんまりそういうリンをたくさん食べすぎると体に良くないんじゃないかということが、まあ、そう伺えるわけですが、実際、ちょっと実験してみますと、マウスにリンをたくさん含む抗リン食を与えて、3ヶ月ほどしてから血液尿検査をして調べますと、リンを食べると FGF23 が出てくるっていうんで、まあ、血中のこの FGF23 のホルモンがかなり上昇してきます。そのおかげで尿中にリンをたくさん排泄するようになるんで、血中のリン濃度っていうのはあんまり上がらないで済んでると。つまりたくさんリンを食べてもたくさんおしっこに出すんで、リンのバランスは維持されて血中のリンも増えてこないというわけです。ただこういう状態ですと、確かに血中のリン濃度は上がらないんですけど、尿中のリン濃度は上がってくると。つまり全身の臓器は高濃度のリンにさらされないわけですが、おしっこを作ってる腎臓だけは高濃度のリンにさらされてしまうという状態になるわけです。で、腎臓は大丈夫なのか心配になるわけですけども、やっぱり大丈夫ではなくて非常に傷ついてると。これは腎臓が専門的な用語で線維化を起こしたとか赤く染めてるんですけど、こういった腎臓にダメージが来てるわけです。リンの食べ過ぎはどうも腎臓に悪いようだというのが分かってきたわけです。じゃあ尿中のリン濃度が上がるとどんな現象が起こるのか調べてみました。その前にちょっと腎臓の働きについて簡単に触れておきます。腎臓は2つあるんですが、おしっこを作ってるわけですけども、この腎臓顕微鏡で見ますと、こういったネフロンという構造物がたくさんあります。人の腎臓にはこのネフロンという機能単位が100万個あると言われてますけども、このネフロンというのは血管という管と尿細管という管、2つの管の組み合わせで出来上がっています。血管の中に血液がこう流れますと、血液がろ過されます。このつまりネフロンというのは血液ろ過フィルター、言い換えてもいいかと思います。その集合体が腎臓ということになります。このろ過というのはまさにザルと同じで、小さなものは何でもろ過しちゃう。ろ過されたものは尿細管の中に入ってきます。尿細管はずっと尿細管の中をそのろ液が流れてて、最終的には膀胱へ行っておしっこになるわけですけども、このろ液、これはそのまま全部排泄されるわけではなくて、この尿細管で必要な成分だけを必要な量だけ再吸収して血液に戻すという作業をしています。というわけで、尿細管の中から流れている尿の元ですね、これを原尿と言ってますけども、これは膀胱にたまる尿とはだいぶ組成が違っています。こういう働きを腎臓はしているわけです。例えばここにリンをたくさん食べたときに、原尿中にリンがたくさん出てくると何が起こるか。これは原尿の成分を模した液体ですけど、今リンを入れたわけですが、こういうふうにリン酸カルシウムが摘出してしまうわけです。つまり尿中のリン濃度、リンをたくさん食べた結果尿中のリン濃度が上がると、尿中にリン酸カルシウム、これは結晶なんですけども、これが出現して、この結晶は尿細管を非常に傷つける作用があります。というわけで、リンをたくさん食べたときに起こる腎障害のメカニズムというのは、リンをたくさん食べると先ほど言いました FGF23 というホルモンが出てきます。FGF23 というホルモンはネフロンあたりのリン排泄量を増やすことによって尿中リン排泄を促すホルモンなんですけども、その結果原尿中のリン濃度が上がって、その結果リン酸カルシウムが出現して、それが尿細管を傷つけると。尿細管が傷つくとネフロンが機能しなくなっちゃうんで、このネフロン数が減ると、さらにネフロンあたりのリン排泄量を増やさないと食べた分のリンが出し切れなくなるので、また FGF23が上がると。この悪循環が回り出すと腎臓の老化が進むんだろうふうに考えています。こういうわけですね。こういったことで腎臓の老化が進むと、ネフロンの数がだんだんと年を取るにしたがって減ってきます。で、中年になって糖尿病とか高血圧を発症しますと、こういった生活習慣病は腎臓に合併症をきたすことでも知られてますんで、自然老化現象の一環として起きてたネフロン数の減少が、こういった病気が加わると加速します。ネフロン数が一定の数以下に減ってしまうと、慢性腎臓病、英語ではクローニックキドニーディジーズという CKD、CKD って言ってますけども、CKD というふうに診断されるようになります。この頃はまだ全然症状もなく、健康診断であなた腎臓悪いですよというレベルがまず出てくるわけです。ただこの CKD がずっと進行して、ネフロン数がどんどん減ってきますと、ついには腎不全の状態になります。ちょっと言い遅れましたが、この CKD の状態にある人っていうのは、日本では成人8人に1人っていうふうに言われてまして、もはや国民病と呼んでいいほど非常にありふれた病気になっています。
で、それが一部の人は進行して腎不全に至るわけですが、そうするといわゆる透析ですとか腎移植が必要となっています。というわけで、この慢性腎臓病あるいは腎不全に対して使われている医療費っていうのは全医療費の約2割を占めているというふうに今見積もられています。非常に医療経済的にも大きな問題となっています。最終的に腎不全になるとこういった血液透析を受けなきゃいけないわけですが、実はこの血液透析の患者さんというのは冒頭で紹介した老化が加速しているクロート欠損慢性と非常にいろんな点でよく似ています。この両者はどちらも尿中リン排泄障害によるリンの貯留、体にリンが溜まってしまうという病態があるわけです。その結果血中のリン濃度が上昇して、今度は血液の中にリン酸カルシウムが出現するようになります。そうするとこれが血液の中にそういうものが出現すると血液全身を巡りますので、全身のいろんな細胞が障害を起こして、ここに挙げたような症状、これはクロート欠損マウスでも見られますし、透析患者さんでもこれはよく認められる症状ですけれども、こういった老化が加速したかのような状態になります。クロート欠損マウスは老化加速の動物モデルということで世に出ましたけれども、これとよく似ている血液透析患者さんは老化加速の臨床モデルというふうに最近は認識されています。ではこの治療はどうすればいいかというと、リンがたまらないようにする、リン制限をすればいいだろうになります。現代の食生活はリン制限が非常に難しい状況にあります。現代の食生活は明らかにリンの取りすぎであって、必要量の倍以上の量を食品から摂取しているのに加えて、食品添加物として知らないうちに摂取しているリンの量というのが食品から摂取しているリンの量と匹敵するぐらいというふうに言われています。さらに悪いことには、食品中のリンというのは全てが吸収されて体の中に入っていくわけではないんですけれども、食品添加物中のリンは無機リンですので、これ全部ほぼ 100% 吸収される、こういったものにはそういうリンを含む添加物がたくさんあるんじゃないかというふうに言われています。例えばコンビニでよく見るサンドイッチですけども、ラベル見ると添加物の中にリン酸塩、確かにリンが入っている場合があるわけです。というわけで、この食品添加物中のリンに注意すればどれぐらい効果があるかと言いますと、こういった研究があるんですが、透析患者さんを2群に分けて、一方の群には食品添加物にはリンが多いので気をつけてくださいというような情報を与える、でもう一方の群には特にそういうことを伝えないでおくと、血中リン濃度がこういう情報を与えた群で明らかに下がることが分かっています。こういった情報を与えるだけで変わってくるということです。さらに食品中のリンは全て吸収されるわけじゃないということなので、じゃあどういったものが吸収されにくいリンなのかと言いますと、例えば植物性食品、ベジタリアン風ですね、あと動物性食品、リンの含有量を同じに揃えた2つの献立を用意して腎臓病の患者さんに食べてもらうと、明らかに植物性食品のを食べた方が尿中のリン排泄量が少ないことが分かっています。リンの含有量というのは食品成分表を見ればどの食品にどのぐらいリンが入っているかというのは分かるんですけども、例えばざっくりこんなリンの含有量が少ない多い特に多いに分類してみますと、リンを制限しようと思ったらこの辺の食材を避けることになりますけども、でも例えば大豆製品、豆腐とか納豆とかは実は大豆に含まれているリンというのは非常に吸収率が低いことが分かっています。しかしながら、現時点で行われているリン制限の食事療法というのはリンの含有量の多い食品を避けることがもっぱら指導されています。実は食品中のリンの含有量というのはタンパク含有量に比例するということが知られていますので、リン制限食すなわちタンパク制限食となってしまいます。あまりこれをちゃんとやりすぎますと栄養状態が悪くなって、かえって患者さんの量が悪くなるということも最近分かってきました。というわけで、私たちが提案しているのはリン含有量の多いまず食品添加物を避けることから始めて、次にリン吸収率の高い動物性タンパクをリン吸収率の低い植物性タンパクに置き換える、あるいは大豆ミートのような代替肉を使うとか、そういった方法でタンパク制限なきリン制限を目指すべきだに今考えています。ここでまとめますと、リンっていうのは悪いことばかり言いましたけども、冒頭で言いましたように生命を維持するのに必須の6大元素ですので、絶対必要な大切な栄養素です。ただリンを取りすぎると腎臓の老化が加速して、さらには全身の老化を加速してしまうことになります。食品添加物っていうのも悪いことだけ言いましたけども、私たちの食生活を安全で豊かにしてくれているものです。でも食品添加物から知らずに摂取しているリンには注意してリン摂取量を減らすのが重要であろうと考えます。もう一つの方法としては、タンパク源を動物性から植物性を置き換えることでもリン摂取量を減らすことができるわけです。今や塩の塩分の取りすぎが血圧を上げるってことが常識となりました。まだリンの取りすぎは腎臓に悪いっていうのはまだまだ常識とは言えませんけども、これが常識となれば、もしかしたら老化が抑制できて人類の健康寿命が伸びるかもというふうに考えています。最後にちょっとだけこの生物の進化の話を少しします。
人体と海水の組成はよく似てると言われています。実際にこれは海水と人のを構成する元素を多い順に並べたトップ10のリストですけども、トップ10のうち9つが一致しています。で、唯一違うのが海水ではマグネシウムがトップ10入りしているに対して、人ではリンがトップ10入りしています。このことは生物の進化の過程のどこかの時点で生物は体にリンを蓄えるようになっただろうということが推測できます。それが起きたのが今から約4億年前、デボン紀に出現した甲骨魚類以降の生物です。甲骨魚類以降の生物というのはリン酸カルシウムの形で骨に大量のリンを蓄えています。それ以前の生物は軟骨であったり、あるいは炭酸カルシウムの骨格を持っている生物がいましたが、リン酸カルシウムの骨を持つようになったのはこの甲骨魚類以降の高等生物に限られます。リン酸カルシウムというのは炭酸カルシウムや軟骨よりも物理的に硬いわけで、高度に優れた丈夫なリン酸カルシウムの骨を持つことで丈夫な骨を手に入れることができたんです。そういった丈夫な骨を持つことが水の浮力の助けを受けずに陸上に登って体を支えて動き回る必要がある、こういった陸上哺乳類の進化の前提条件になったというふうに考えられます。これらの動物ではどうやって骨を作っているかというと、体液のリン濃度をリン酸カルシウムが析出するかしないかギリギリの高い濃度に保っておいて、骨を作りたい時と場所にリン酸カルシウムの析出の Q を出す、そういう戦略を使っています。というわけでこの戦略がうまく動くためには細胞外液中、体液中のリン濃度を厳密に一定に保っておく必要がある、そういう必要から先ほど言った FGF 乳酸クロート内分泌系というのが進化してきたというふうに考えられます。実際このクロート遺伝子というのは甲骨魚類以降のリン酸カルシウムの骨を持つ動物にしか存在しない遺伝子、リン酸カルシウムの骨というのは重力に抗して体を支える必要がある陸上生活を可能にした4億年の進化の賜物であるに今考えられるわけです。しかし例えば宇宙の無重力空間に突然行くようなことが起きますと、そんな丈夫な骨は必要なくなるわけですね。リン酸カルシウムの丈夫な骨は突然不必要になったら、骨がどんどん減少、骨量がどんどん減っていくってことも分かっています。つまりリンが骨から溶け出してしまって、これが老化を加速するんじゃないかというふうに今考えています。というわけで、今国際宇宙ステーションには希望という日本の実験棟がくっついてますけども、これを使わせてもらって、リンが宇宙で老化を加速するんじゃないかということを JAXA とか NASA と共同研究を進めています。具体的には希望の中にはマウスを飼うスペースがありまして、これ無重力の中で飼われているマウスですけども、あるいは国際宇宙ステーションに滞在する宇宙飛行士、こういった人たちあるいは動物からサンプルを採取して、無重力の環境下での骨量減少が老化を加速するのかどうかと今調べつつあります。リン酸カルシウムの骨を獲得した陸上脊椎動物というのはリン酸カルシウムのせいで老いる宿命を負ったのかもしれないというふうに考えるわけです。最後まとめます。今日のお題でありました。なぜリンが老化に関わるのか。順番に言いますと、リンが体外食事由来、あるいは体内骨由来から血中に流入しますと、尿中に排泄する必要から原尿中リンなどが上昇し、原尿中にリン酸カルシウムが出現して、ネフロン数が減っていく。これは腎臓の老化であるとか、慢性腎臓病につながっていくわけです。さらにネフロン数が減っていきますと、今度は血中にリン酸カルシウムが出現して、全身の老化を加速する。というわけです。この辺のストーリー本にまとめてありますので、もしよろしければ読んでみてください。はい、私の話は以上です。どうもご清聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。ある程度その老化が遅らせられるか、老化がある程度予防できるっていうようなところも分かってきて。